和歌山競輪開設73周年記念和歌山グランプリが12日に開幕しました。初日特選はグランプリ王者の脇本雄太選手が、激しいまくり合戦を制して1着スタートを切っています。まあ、松浦雄二選手はちょっと当日欠場で残念だったんですが、それでも、熱いレースが繰り広げられました。また一次予選も地元勢を中心に、人気を集めた機動型がしっかり活躍する、そんな一日になりました。13日は二次予選がメインです。6レースの狙いを紹介したいと思います。6レースは南関勢、関東勢、近畿勢による3対3対3の3分戦です。これ注目されたのがこの近畿勢の並びなんですけれども、酒井選手と石塚選手が、どっち前なのかということなんですけれども、結構長い間話し合って、結局酒井選手、石塚選手、藤田選手の、並びになりました。もうこれ酒井選手前で頑張りたいっていう思いを伝えて、で石塚選手も本当は自分でやりたかったんですけれども、近畿の後輩がそういうのでということで、任せる形になってます。そうなればもう酒井選手先行と見ていいと思います。石塚選手はその気持ちに応えるためにもう番手からしっかり最後は前に踏むと。でただ青野選手、和田健太郎選手の難関勢もなかなか、力ありますんで、石塚選手頭固定、あとは藤田選手とその難関の青野選手、和田選手3連単は6点ここを推奨したいと思います。初日は気温も高くで風もないいいコンディションになったんですけれども、2日目は雨予報が出ています。それがレースにどういった影響を及ぼすのか、また注目選手も、動画でインタビューしていきますので、そちらもぜひご覧ください。